的小帮手也掌声一下好不好，让他感受到他的热情澎湃一点。时间切れ时间切れまだ走ってます。我们会努力一直跑到时间到。ここはいわゆるその配置コースというのを走っているところで、主にこの先ほどレジスタンスキャンプからこの配置コースというのが、冒険の中心となる舞台だと思います。我们现在看到是一个所谓叫做废墟都市的地方。那废墟都市和岛上居民呢，就是算是游戏当中一个中心的地点。これは走る専用ゴムなので敵が出ていないです。对，那因为这个版本呢，就是专门就是要大家去看这个场景而已，所以呢，这个地图上是没有敌人。下水道の中はあるんですけど、ちょっと暗いのでライトをつけてもらいます。对，那现在我们来到了下水道，因为这边比较暗，那所以我们可以使用这个辅助器来帮忙开灯。那么横滨ポッコ君がボタンを押すことでライトをつけて歩きやすい。对，那你只要按下一个按钮，旁边的这个辅助器它就会帮忙开灯。ミーアの特徴なんですけど、こういった形でローティングを挟むことなくシームレスに次のマップに移動することが可能です。对，那尼尔特色之一呢，就是我们在场景切换的时候，它不会就是黑画面，然后再截取，它全部都是无接缝的，非常顺畅的换到下一个。ここが動いてるの初めて、動いてるの初めてでしょうか。对，这个是大家首次看到的一个新的场景。綺麗だと思う人。大家觉得漂不漂亮呢？これもうちょっと、ね、奥まで行きたいんですけどね、この奥に入ってしまうといろいろ見えちゃいけないもの、なんかちょっと動いてるね。对，现在想要进去，但是其实再靠近一点，可能就会有一些没办法公开的内容。我们这样远远的看。